じゃあ劇作家の茂野部です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、日本沈没第8話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いますはい、いや大変なことになってましたね。日本がで、ね、すドラマの中ではね。 るよ <laughs> あれでも本当不動産とかねあの暴落して半額になったって言ってるいやどうするんでしょうだって沈没したってねなくなるわけですからね,ね<え>いやねえ大変ですねあれね確かにねすごいよな <laughs> すごい,すごい<ー>ですよね何千万何億が一夜にしてい<ー>いやーはい、えーと8分のところですねはい。 小栗さんと松山さんがこう説得をするところがあるんですけど素晴らしく強い行動でしたね、はい、でその上ですごくねやっぱりいい交流をしてるんですよね2人ともすごくやっぱこう力が抜けて相手が入ってくるし、うんうん、自然とねそれをやってのけるから、うん、やっぱめちゃくちゃうまいように見えますね良、うんうん、いう演技だったと思いましたそうあのリラックスというか力抜けてるから相手を入れられるし、うん あの相手に出せるしっていうところなんですよねきっとねそう素晴らしいところですよねまたですよねこの再び20分のところでもう一回再びこう説得するというか会議じゃないですけどこう、ねうん、やり合うところがあるんですけどここもね、うん、やっぱすごくいいですね、まあ、こう今回はねそういう会だったねお二人で協力してこう 動かしていくっていうアイデアをうん、うん、素晴らしい演技だったと思いました。私、息もめちゃくちゃ合ってますね。うんお、素晴らしかったと思います。そう、僕はあの、あれ、素晴らしいなと思ったら、あの、こんそんなのは夢物語だよって。 っていうところあの2人が説得するけど、それは一体、うんえっと、そんなのは夢物語でしょっていうところが、うん、多分あれ、視聴者も見て、えそれ、そんな簡単にうまくいくのっていう多分疑問を持たせて、うん、でもその登場人物がそれを代弁してあげるから、あのすって物語に入れるんですよね、うん、あそこ素晴らしく、あのー、いい仕掛けだったなと思いますね。はい、はいいそして、はい、もう、ね、30分のところなんですけど、はい、もうやりましたよ、総理のところ。あ <laughs> ここいいね <laughs>。いや良かったですね。大お、栗さん松山のまま、てかままみんなすごくこう達成感だったりこの体の反応がめちゃくちゃ良くて、うん、で抱き合うところももちろん素晴らしいし、で今までの背景はめちゃめちゃこう当たってるし、うん、っていうなん言うことない素晴らしいシーンでしたね。いやーあれすごいですよね。なんていうんだろうそのまああの日本を背負っていて失敗したら日本、うん 国民が路頭に迷うっていう空想の状況の中に自分たちを置いて <laughs> あのお芝居するわけじゃないですか。ね、<laughs> で、失敗したら本当にもう終わりだっていうところでお芝居するっていうのは<う>あれ素晴らしいですよね。素晴らしいよね <laughs> あの。排水の陣も排水の陣だからなね。いや、その<ー>背負ってるものかけてるものの大きさがものすごく大きいものをかけてるから。いや、やね、そうだよね。うん 実際ね<や>中国がとかねアメリカがとか出てくるからね。うんうん、ねなんかちょっとそのやっぱり現実にもなぞらえてるところというか、うん、寄せてるところがすごくあってあの副総理と財務省を兼務してる人とかっていうところをね、うん、<laughs> すごくね,ねあるから、うんうん、すごくうまいさじ加減ですよねはい。 なんかしばらく見ないうちに、なんかどえり合い話になってるな。いや,いやいや、本当にそうですね。<laughs> もう沈没することは確定し世界中にそれを知られてるっていうね。すごいな。いや、すごい状況ですよね。うん私これよくドラマか、ドラマになろうと思ったよね。やろうと思ったよね、ドラマを、ね、うんまあ、<ー>そう、スケールが大きい話だから<ー>、ね、それはね、やっぱりありますよね。すごいうん やっぱね、でも小栗旬さんと松山さんはやっぱりね、うん、やっぱうまいねうん、うんお。息も合うし、うん、で、あの、杏さんとかさ、あの中村さんとかもね,、うん、ここね、いい味出すし、素晴らしいよね、面白い。うんうん、面白いね。いいですね。うん、そして、もうあの、次回は最終回2時間スペシャル。お なんで、まああの、ボリュームとしては9話、10話分を2時間 2> <う>一気にっていう感じですね。2時間ってもう、それはもう映画だね。<laughs> そうですね。<laughs> ボリューム的にはそうね。そう,そう。そうなんですよね。あとあの、これも一個よかったなと思ったの十14分ぐらいのところ、あの居酒屋でご飯食べてて、うんあの、この味ももうなくなっちゃうのかなみたいなところがあったんですけど、うん、あの和食食べるシーン。 うん、あそこすごく良かったですね。お刺身食べたりとか、卵焼き食べたりとかね。そう、なんか、ねその文化っていうのがどういうもの、日本っていうのがどういうものなのかっていう、その国土だけじゃないよねっていうのがすごく、なんか示されてるなっていうか、その人の生活があったりとか、暮らしがあるっていうのが、ね、出ててそう、日本って何なんだろうねっていうのをちょっと問うようなシーンでしたね。はい。いやー。 ねまあ、沈没してどうなるかっていうね、そうもう沈没することは分かってるけど、そこで右往左往する人たちがあ<ー>、まあ、どういうリアクションをしていくのかっていう楽しみ方ですよね。<ー>それはちょっと演劇にも通じるところがあって、すごくいいドラマですよね。はいはい、はい。というわけで、えー、日本沈没の第8話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます はい、えー。この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、えー、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。